官僚恫喝し大炎上、国会で立憲民主党小西洋之。平成27年2015年の6月9日に立憲民主党の小西さんが国会にて官僚恫喝していると批判が殺到し大炎上してしまっております。実際にご覧いただきますと、政治家に言われて会社会見をいやいや必死に抵抗しながらやるっていうんだったらまだ、まあ、それも理解なかなか難しいですけど、同情の余地はありますけど、会社会見安保法制をこの憲法違反のものをお先棒を担ぐような官僚の皆さんは絶対に許さない。政権を奪い返してから必ず皆さんを処分する。当たり前です。憲法違反ですから。当たり前のことです。当たり前、憲法遵守義務を反した国会議員を法に基づいて処分するのは当たり前です。政治の役割です。議員内閣制の国会勧告当然の役割です。このようになってしまっておりまして、こちら、まあ、多分ですね、当時自由の声において取り上げたのではないかと思われますが、現状いわゆる捏造文書で立憲民主党などのおかしな野党の皆様は官僚を持ち上げておりますけども、まあ、実態はこれであり、この他にもいわゆるヒアリングで恫喝が繰り返され問題となってしまっております。まあ、ぜひともおかしな野党の皆様には今後は理知的に行動していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。